アタボチャンネル。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ハタボです。はい、今使ってるこのアプリ、なんかね、今日全然使えなくて音が取れないんですよ。だからこの携帯の下に iPad を置いて音を別に取っています。だからもしかして編集して出来上がった時に若干口の動きと言葉が合っていないかもしれないんですが、そのあたりはちょっとね、ごめんなさい。そしてカメラの角度もおかしいんじゃなくて、アプリがおかしくてちょっと変な角度になってます。こんなことはね、初めてなので編集がね大変そうなので、今日はできる限り短くしていきたいと思います。そんなわけでね、今日ね、ここいつもと後ろが違うんですが、ちょっとね、この前西武ドームでね、イービル負けてしまったので、今日はちょっと悲しいのでイービルの写真は下げてあります。その代わり嬉しいお話、この度谷のフランケルがしぼばいしました。イエーイ。いやー、谷のフランケルがオークションにかけられてるって知った時は本当ね、どうなるんだろうと思ったんですけど、なんとね、なんとドクターコパさんが購入されたようで、ウォッカの血が残せます。ウォッカから生まれたボバで生きているのは谷のフランケルだけなんですよ。だからこれでウォッカの血を継ぐ馬たちがこの世に増えると思うと、私はね、本当に嬉しいんですよ。この情報をね、聞いた時はね、夜な夜な泣きながら出ましたね、嬉しくて。まあね、それぐらいね、私にとってウォッカという存在は素晴らしい存在、偉大な存在、もうね、かけがえのない存在なので本当にね、嬉しかったですね。だからこれからはね、ドクターコパさんの所有してる馬たちも私は応援していこうと思います。ありがとうございます、ドクターコパさん。そしてこちらをご覧ください。ソダシでございます。ソダシのね、写真もポスターにしてしまいました。いや、やっぱりね、白くて美しいですね、ソダシ。おや、ソダシのお花のところに何かいませんか。こちらウォッカです。ウマ娘プリティダービーフォルメイツぬいぐるみパート2。ちょっと微妙だな、もうちょっと可愛くならなかったかな。まあね、ちょっとね、鬼太郎っぽいんですけど、まあいいでしょう。というわけでね、イベントについてお話ししていきたいと思います。場所は以前もお伝えしたんですけれども、水道橋から東京ドームに向かって歩いていく道の途中にある黄色いビルの下かな、あたりでやっているこれです。これこれ、こちらでね、やってます。私のブースは16番、入ってね、2つ目ぐらいのところにあるので分かりやすいと思うので、ぜひ遊びにいらしてください。雨でも一応ね、ブースの上には屋根があるようで、雨天決行みたいです。嵐とかね、台風とか来なければ多分問題なく開催されると思います。そしてね、平日のまあ金曜日、そんな日にね、行われるイベントに見に来てくださる方がいらっしゃるのかは、私はとても不安ですし心配ではあるんですけれども、まあ、そんな中ね、来てくださる方には私の方からもね、できる限り何かしたいなと思っていたので、ノベルティをいろいろご用意しております。いろいろね、考えてこのようにいたしました。本当はね、今こちらです、こちらです、こちらですってノベルティを全部ここでお見せしたいんですけれども、せっかくね、来てくださる方のお楽しみにした方がいいかなと思うので、来てくださってご購入してくださった方のお楽しみとさせていただきたいと思います。新しくね、トレーナーを作ったんですよ。今着てるこちらのトレーナー、今までと同じに見えるんですが、実はちょっくら違います。腕のところに新しいチェッカー柄のロゴが入っております。これね、なんて書いてあるかって言いますと、一歩踏み出す勇気、一歩踏み出す勇気、 Courage to take a step、 Courage to take a step、 Courage to take a step、
んなわけでね、もう一つお知らせなんですが、11月13日14日に行われるデザインフェスタ、デザインフェスタ、デザインフェスタ54出展が決まりました。初めての2 days、 初めての2 days、 初めて2 days 出します。今までね、1日出すのがやっとだったんですが、前回のイベントをやってみて2日間できそうだなって初めて思えたので、土日2日とも出店してみます。せっかくね2日間出店するんであれば、ちょっとね今までと違った感じにしようかななんて思ってますので、これからねまたいろいろ考えていきたいと思います。その日までね2ヶ月ぐらいしかないんですけども、とりあえず9月のイベントが無事に終わったら、11月のイベントのために10月一生懸命準備しようと思っております。だからね、皆さん今のうちから11月13日と14日ちょっとね予定の方をね考えておいていただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。というわけで今日の動画いかがだったでしょうか。久々のねこのね自宅の自分の部屋のバックで喋る語るというね Vlog を撮って、なんかねアプリも知らない間に壊れてるし、なんかうまくいかなかったんですけど、多分ね編集してなんとかねうまくねできてる予定でいます。もしねすごいね音声と私のこの動きが合ってなかったら申し訳ないんですけれども、ちょっとね次回までにアプリが直るかわからないんですが、なんとかねしてみます。そんな感じで告知だらけの動画ではあったんですけれども、いやー今年の秋はねイベント9月に1日、そして11月に13、14と同日2日間、そして年明けには1月にもう一つイベントを予定しておりますので、頑張ってね、こう、三四郎、もっとね、たくさんの方に知っていただいて、癒しをね、ご提供できるように頑張っていこうと思っておりますので、応援してくださる方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いいたします。ではまた17日のイベントでお会いいたしましょう。バイバイ。